本田圭佑っていう選手は、はいはい、あいつはすごいですよ。あの試合の2日前とかから完全入るんですよ。でも試合の日の食事なんて喋りかけないでくれっていう。もうだからみんなでご飯食べるんですけど、その時もちょっと自分だけ違うタイミングで来て食べて帰るみたいな。だからプレッシャーをわざと自分にかけてる。はいはいはい、なんか遠藤選手とかってスイッチ試合中にでもあんま入れてないみたいな感じる時もあるから確かにね。そのぐらいリラックスしてる。そう、あれがあとさんの持ち味だと思うし。